187cm 西野、182cm の菅沼、中央へのボール、ヘディング決まった、逆転ガンバ、西野のヘディングシュート。あ、高かったですね今、はい、ガンバが後半3得点で逆転。いいペースの中でそのリズムを生かして、ここはセットプレーから、あー今マークも吉野がついていたんですが、まあ少しねユニフォームを引っ張られていましたけどね。